2008年ブータン総選挙は2008年3月24日にブータンで行われた国民議会議員の総選挙である。普通選挙を初めて導入した。普通選挙を国民に浸透させるため2007年4月21日に模擬選挙を行われた。模擬選挙は新しい選挙制度に合わせて有権者、 約1000人ごとに区割りされた47選挙区869投票所で開催された。模擬政党として、ブータンのシンボルである、武区クを冠にしたの4位政党から投票し、得票数が高い2党が5月28日に行われる決選投票に進む。また、模擬選挙実施へ、国際連合とインドから選挙監視団が派遣された。 模擬選挙の結果、ドゥクイエロー党が最多得票を獲得し、ドゥクレッド党と決選投票に進出した。47選挙区の両党候補者として無作為に選出された高校生が立候補した。投票率は66%。4有権者登録の資格は約40万人であったが、 283,506人が有権者登録をした。選挙委員会への政党の登録手続きは、移行書、候補者リスト、選挙マニフェスト及び監査済み財務書表の提出が義務付けられており、ブータン調和党と国民民主党、ブータン国民党が選挙登録したが、国民党は候補者申請の不備により登録を取り消された。 2008年1月22日に調和、国民民主両党のマニフェストが公開され、1月31日から2月7日までに、両党は47選挙区の候補者を推薦決定。3月25日に投票結果が宣言され、投票率は79.38%であった。ジグメティンレイ率いる、調和党が44議席を獲得して圧勝した。 一方の国民民主党は、国王のおじで首相でもある党首のサンゲゲルプが落選するなど、わずか3議席と大敗した。最終的に集計結果にミスがあり、調和党が45議席、国民民主党が2議席で確定した。調和、国民民主の両党は、大党派で、元首相が党首を務めるなど、党の性格に大きな差が見られないにもかかわらず、 共和党が圧勝した背景に国民民主党がゲドゥプが国王の親族であり経済界の支援が背景にあることが国民の拒否反応を招いたと指摘されている。国民民主党は政府が共和党支援で影響力を行使したと批判し選挙結果の受け入れを拒否した。4月5日、共和党は役員会で党首の吟霊を首相候補に承認し、 4月9日に首相に就任した。ありがとうございます。